めにしていくことによって鶏肉にぐっと塩味が入ってきます。とろみがついてきたなと思ったらもう OK なんですね。どうも料理料理さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですねコラボ動画でございます。毎度毎度させていただきますけど、味の素さんとのコラボってことなんです。味の素さんとのコラボって言っても今回は味パンダちゃんではないんです。今回は新商品でお声掛けいただきましてありがとうございます。どんな商品なのかこちらでございます。7月30日で発売ということで、挽回という次世代ベジタブルドリンク、よく言うグリーンチャージってやつですね。これね、もう書いてあるのはですね、タンパク質、まあ、植物性のタンパク質ですね。これね、保有率が 40%、60種類の栄養素、これ1杯で1日の3分の1分の野菜、すごいです。3分の1分の野菜っていうと、サラダにしてね 120g ぐらいのお野菜をそのまま摂取しなければいけないんで、これ満開ってのはどういうのかっていうとですね、世界最小の葉野菜満開っていうものの、粉末飲料らしいんですね。青汁とかとはちょっと違うやつですね。タンパク質を豊富に含む栄養素がものすごい入った次世代ベジタブルということですね。はい、これを飲みやすくしたのがこの商品らしいです。ということでですね、まあうんぬんかんぬん言ってても全然わかんないと思うんです。僕は今から飲んでみたいと思います。グリーンチャージ系の飲料はね、割と苦手だったりします。やってみましょうか。色がかなり濃い色でございますけども、いただきます。あー、苦味はないですね。僕の苦手な苦味は全くないです。ほのかに甘い香りはね、結構青々とした香りがありますね。苦っていう感じじゃなくてスルッと入っていくような感じがしますね。抹茶っぽい感じですね。ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと待ってもらっていいですか。料理研究家としての血が騒いでしまったので、満開をさらに満開にさせる、これじゃないですかね。満開中をいただきたいと思います。合う、めちゃむちゃ合う。抹茶っぽい青い香りがするんで、あれ焼酎に合いますもんね。野菜取れますもんね。アルコールと一緒にね、栄養素も取れるっていう最強のドリンクになりましたからね。僕が満開になったところで料理もやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきたいと思います。今回ね、作るのは満開サグカレーです。サグカレーってなんだっていう方いらっしゃると思いますけども、サグカレーっていうのは葉野菜をすりつぶしてペースト状にしたものを使ったカレーになります。で、今回は粉末状にされてる満開を使ってですね、めちゃくちゃうまいサグカレーを作って、まずね、満開が、2袋ですね。2袋ね。はい。そして、今回はね、チキンサグなんで、鶏もも肉が1枚 300g。トマト缶、2分の1缶ですね。はい。これは、ホールトマトでも、カットトマトでもどちらでもいいです。で、玉ねぎが2分の1個で 150g。で、あと、カレー粉ですね。大さじ2ですね。で、バターが 25g。大体で大丈夫です。あと、ニンニク 3×、生姜が 15g。あと、調味料は概要欄に、書いてあります。でそちらチェックしてみてください。はい、それではですね、やっていきたいと思います。これを満開にしていきます。かー、そうしましたらですね、やっていきたいと思います。はい、切っていきます。できればちょっと細かくした方がいいかな。みじん切りぐらいにしたいですね。ざっくり切りましょうか。みじん切りぐらいにはしていきたいです。これぐらいかな。はい、生姜ですね。生姜ね、皮ごとで構いません。皮もね、結構いい香りが入りますので。で、これね、僕はね、律儀に包丁使ってますけども、チョッパーとかある方はね、それでみじん切りにしていただいても構いませんので、こういう風にやるとですね、こんな感じですね。玉ねぎなんですけども、これはね、みじん切りにしていきます。煮てしまうんで、そこまで粉々にする必要はなくてですね、ちょっとざっくりざっくりと、にんにく、しょうが合わせておきます。はい、鶏肉なんですけども、大体真ん中切っちゃいます。まあ僕の場合なんですけども、半分に切ったものを、まあ、こうやってそぎ切りにしますね。カレーの場合はね、僕はそぎ切り、難しいって方はブツッと切っちゃっても大丈夫です。こういう感じでブツ切りでも全然平気なんでね、細かめにした方が、カレーなんでね、一口で入るようなぐらいの大きさの方がいいんで、小刻みにっていくような感じですね。こんな感じです。はい、そしたら材料切るのは終わりなんで、はい、じゃあこれからカレーを作っていきます。まずですね、ニンニクと生姜入れました。で、ここに大さじ1杯の油です。火にかけます。
炒めていきます。パチパチいってきたら中火ぐらいにしましょうか。ここね非常に重要なんです。ここが生煮えでもいけないし焦がしてもいけないので全体を芝金色に炒めていきます。すごい重要です。これで香りを出していきます。ちゃんと炒めていきます。で色づいてきたの分かります？これ全体がこれぐらいのねちょっと芝金色に色づいてきたら皮も特にパリッパリにしないです。これ玉ねぎです。今回はね、飴色ではなく、ちょっとね、透き通るぐらいまで炒めます。飴色が炒める時の利点っていうのは、甘みが加わるんですけども、今回ですね、満開に結構甘みがありますんで、満開の甘みを生かします。だから、今回は透き通る程度の炒め具合にします。炒めたニンニクと生姜と、鶏肉と玉ねぎのいい香りを嗅ぎながら、自らを満開にしていきます。これで栄養補給できるんだったらめちゃめちゃいい。慣れてない方は中火以下でやった方がいいんですけども、どんどんね透き通っていくんですね。玉ねぎもう結構透き通りましたね。水気が出て透き通ってきました。ここでトマト、香ばしさとかはねニンニクと生姜から出てるんで、トマト缶は酸味とあとコクと旨味を使います。肉の旨味だけで食べる割と本格的なカレーなので、ここでお塩ですね、小さじね3分の2、はい、これぐらいですを入れていきます。トマトの酸味を飛ばしたので炒めにしていくような感じですね。でここで炒めにしていくことによって鶏肉にグッと塩味が入ってきます。煮込んだら、トマトの水分もねほとんどなくなってくるんです、ね、ここで満開、本来はねほうれん草を一回茹でたものをペースト状にしたものをここに入れるんですよ。なんですけども満開っていうのは葉野菜を凝縮したものなんですね。なんでここに入れていきます。グリーンペーストの代わりにマンカ入れるんですね。これがね非常にいい甘みとこのね青々としたね香りをもたらしてくれるカレーに全然形相が変わったでしょ。これマンカ2袋入れてちょっと和えますね。大体 150cc ぐらい煮ます。ここに、バター、バターはね入れてください。このちょっとミルキー感がねこの満開の葉野菜の青々とした、香りすごく合います。バター結構使わないって方いらっしゃると思いますけども、カレーって結構ね油分入った方がね、特にインドカレーはね結構油使います。黒胡椒も入れていきます。はい、粗挽きの黒胡椒ですね。はい、まあこれぐらいかな。スパイシーな香りをつけて、カレー粉です。もう市販のカレー粉でいいです。でこれを大さじ2杯今回はね炒めずにこのまま加えていきます。今回はねインドカレーなんで煮込まない、そんなにちょっとだけ煮込みます。ちょっとだけ煮込むっていうのもトロトロになるまでとかじゃなくて肉に味を入れていくような、感じです。だから数分で大丈夫です。全体がカレーっぽくこのとろみがついてきたなと思ったらもう OK。 味見大事ですね。味が足りないな、もうちょっと強い方がいいなっていう方はお塩足し、で僕はねご飯と食べるんでもうちょい強い方がいいな、お塩ちょっと一振りします。はい、ここら辺はね味見して決めてください。盛り付けていきましょう。とろっとした感じの濃さとかはねお好みで調節していただいていいんで、もうちょっとサラッとしたカレーが好きだなっていう方はもう少し水気ね、入れていただいても結構です。でここにあればで結構です。これ生クリーム少しかけるとこのね乳製品の香りがとコクが加わってですね、リッチ感が漂いますので、満開で作る満開サグカレー完成でございます。はい、それではできましたね。食べていただきます。いただきます。満開尽くし、これをご飯にかけて、うまっ。完全にサグカレー、鶏肉だけでさこんなうまみつくかっていうぐらいついてますね。うーん、葉野菜のコクもすごくついてて、鶏肉うまみもじわっと出てて、迷惑役のトマトがもうすごく全体をつないでくれてます。生姜とニンニクをかなり入れてますんで非常に食べやすくしてくれてますね。これはうまいよ、会心の出来だね。生クリームこれもねコクを足してくれて非常に美味しい。健康にいい食事でありがちなのが食べやすい、健康にいい割には美味しい、違います、うまいです。ただただうまい。
お野菜ってやっぱ取るのに結構この凝縮しなきゃいけないんですよね。サラダとかだと 120g のお野菜のサラダってあんまりこうガツガツいけないじゃないですか。こういう風にですね凝縮されているとですねめちゃめちゃお野菜ってね摂取しやすいんですよ。栄養素が美味しく摂取できるっていうのが本当に助かると思います。これは今回ね 2,3 人前なんでこれね満開入れなかったら成り立たないんですよ。この料理ってグリーンパワーがカレーにグッと入ることによってこれだけのコクと旨味を引き出すんですね。今回は僕褒めます自分をめっちゃうまいっす。感動を皆さんに伝えたい。うん、最高です。ものすごい美味しいカレーですのでぜひ皆さん作ってみてください。俺超真面目だね今日めちゃくちゃ真面目。満開っていうドリンクが俺もう未知の食材すぎてかなり迷ったのよ。ものすごい考えたんだけどこれでいこうと思って。でもねめちゃくちゃ試作して、できたからすげえ自信ある。だってこれ超うまいもん。もちろんめっちゃ栄養ありますよ。この栄養だけじゃない、ちゃんとめちゃうまい。